取得。はい、自由に生きておりますね。喉の手術によりしばらく喋ることができない水星氏も、これに関しては本当にね、あのお大事にと、まあ、もう手術は終わったということで、あのちょっと調子が悪いのを良くするためのなんか手術で、そんなにみんな心配しないでというふうにね、あの水ちゃん自体も言っていたんですけれども、まあそれで今あの喋らないでいなきゃいけない期間というのがあるらしいんですね。ただあのうんとううだけは言えるようになったということでですね、ツイートでもうんうん語をこのように使っておりました。うん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 、はい、こちら皆さんわかりましたでしょうか。ね、新しい言語、うんうん語が出てきたんですけども、ほよりはね、これ見たときに、うん、スイちゃんは、今日も可愛い。でも、暑くて溶けそう。今日もお仕事頑張るぞ、みたいな感じかなって、はい、見ていたんですけども、皆さんはね、どんな風に読んでいたでしょうか。でも、こちらね、やっぱ朝子よとしては、真実が気になる、このね、うんうん語をね、読めるようになりたいと思いまして、この最初のね、うんうん語でのツイートが、みんなに意味がわかれば、みんなもね、意味がわかれば、今後のうんうん語を読み解くことができるようになるのではないかと思いまして、こちらもですね、なんて言ってるんですかと、スイちゃん先輩に聞いてまいりました。こちらの正解はこれということです。でん、今日は朝早めに起きたよ。ちょっと外暑いかも。今日も張り切っていくぞ。まあ、だいたい合ってるかな。全然違ったわ。朝早めに起きたんか、えらはい、割とわかるが、結構でもね、素直な、顔文字とかでね、結構予測もできるのが、うんうん語なのかな、というふうに思います。ということで、これからも、うんうん語がつぶやかれた時の、うんうん語翻訳